シヌーズとは2009年創立のアメリカのソフトウェア会社であり、オペレーティングシステムソフトウェアの作成と販売を行っている。当初の社名はアンクシスであったが、2013年に現在の社名となった。本社の所在地はカリフォルニア州のカリフォルニア州バークレイにある。2011年4月に後に倒産することとなる SCO グループの営業資産が競売にかけられ、 スティーブン・エルノリスと中東のプライベートエクイティグループにより60万ドルで買収された際にアンクシスが創設された。同社は SCO グループの機関オペレーティングシステム製品であるオープンサーバーとユニックスウェアの製品名、所有権、そして保守を引き継いだ。SCO グループの対 IBM 及びタイノベルへの訴訟の権利はアンクシスには移らず、後に SCO グループは社名を TSG グループへと改名した。後にシヌーズとなるアンクシスは2011年と2013年にその訴訟において継続中の局面には一切関与していないことを明言した。当初アンクシスの本社はネバダにあり CEO はリチャード・ボランズであった。2013年6月に社名をシヌーズに改名した。それまでの社長は シーン・スナイダーであった。会社施設は、カリフォルニア州のカリフォルニア州バークレー、ニュージャージー州のフローラムパーク、ドイツのバーとホームブルク、そして日本の東京に存在する。2015年6月に、シノーズは、フリーブズドオペレーティングシステムをベースとしたオープンサーバー10を公表した。同時に、シノーズは、古いオペレーティングシステム製品を使っている、既存の顧客に対して、 マイグレーションパスを紹介した。2015年12月にシヌオズはオープンサーバー5、オープンサーバー6、およびユニックスはヤ7のそれぞれに対してオープンサーバー10との上位互換性を持たせたディフィニティブバージョンをリリースした。2021年、シヌオズが SCO から引き継いだユニックス関連の権利に含まれる 1995年9月19日以降のユニックスウェア7、オープンサーバー5から6を不正に使って Linux が開発されたとの主張を開始したと報道された。シノーズの主要な製品を以下に示す。ありがとうございます。